江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっとサッカーの話題が3本ほどあるんですけども、まずこちら1本目でございます。ウェールズと引き分けた圭谷さん、監督がぼーっとしていて炎上、愚かな監督と猛批判。はい、ということでね、ぼーっとしていたらしいですよ。はい、それではですね、記事の方を見ていきたいと思います。くーちゃんお願いします。サッカーに作戦タイムはないが、たまにクーリングブレーキのある試合では皆がベンチの前に来て水を飲む。この時監督たちは素早く選手たちに今間違った部分を指摘し、戦術的修正をする。作戦タイムの時間が与えられたが、ユルゲン・クリンスマン警告サッカー代表監督はただじっとしていた。少なくともテレビ画面に映る時間だけに限っても、ただぼんやりと選手たちが水を飲むのを見ているのはクリンスマンだけ。これがまさに警告サッカー最高レベルのチームを担当する監督の姿だ。ユルゲン・クリンスマン監督率いる警告男子サッカー代表チームは8日以下警告時間午前3時45分、ウェールズのカーディフシティスタジアムで行われたウェールズとの9月の国際 A マッチ評価戦で 0-0 の引き分けに終わった。試合中決定的なチャンスをほとんどつかめなかった警告は、前半中盤の25分まで競技力は凄惨だった。ウェールズの攻撃を全くコントロールできず、あっという間に突破されて危機を招き、攻撃をするときはウェールズの守備に中央からの浸透やパスもできないまま、側面と後方に回すパスだけをしてパスミスで攻撃権を明け渡すサッカーの繰り返しだった。ウェールズのゴール前を脅かす場面を一度も作れなかった。25分を過ごし、ちょうどクーリングブレーキが与えられた。温度の高い地域で行われる試合は、選手保護のために前後半ごろ審判の裁量で選手たちが水を飲めるクーリングブレーキが許可されるが、この機会が与えられたもの。単語がクーリングブレイクであって、事実上バスケットボールでの作戦タイムと似ている。ベンチの前に行って水分を摂取するため、この時コーチングスタッフは素早く選手たちに作戦指示をして戦術修正をするのが一般的だ。ちょうど中継画面もクリンスマン警告監督がどのようにクーリングブレーキをかけるかを見るために単独ショットで捉えた。ところがなんと、クリンスマン監督はただぼんやりと水を飲む選手を眺めて何もしなかった。ソン・フンミンが目の前にいたにもかかわらず何も言わなかった。もちろん他のコーチ陣が言ったかもしれないし、テレビ画面が映っていない時に指示したかもしれない。しかし少なくともテレビ画面に撮られた約20秒間、クリンスマンはクーリングブレーキの間何もせずに、いわゆるぼーっとしていた。クーリングブレーキが1分余りになったため、時間を確認しただけでほぼ半分の時間を無駄にしたのがクリンスマン監督だ。以後警告はほぼ前半40分まで同じように凄惨な競技力だけを見せる。前半終盤からソン・フンミンが個人突破と個人技シュートで威嚇的な場面を作り出し、若干の反転を見せたまま前半を終えた。貴重なクーリングブレイクの時間を大切にしない監督、警告代表チームのクリンスマン監督の現実だ。現代作戦タイムに指示しない愚かな監督クリンスマン。おお、厳しいね。はい、ということですね。それではですね、こちらに対して警告の反応を見ていきたいと思います。いやー、この人面白いね、クリンスマン監督ね。一体何を信じてこの子を連れてきたの。146-3、これ以上見るものはない、切って推薦した人も切らないと。78-1、監督が問題ではなく内系サッカー協会が問題だった。66-0、手遅れになる前にカットしてお金が腐っていく。62-0、クリンスマンがドイツ国家代表を滅ぼしたことを知らなかったの。39-0、お小遣い稼ぎに警告の監督をしているみたい。38-1、愚かなサッカー協会が愚かな監督を選任しただけ。35-0、アメリカに帰りたいって表情、歴代最悪に実力と誠意が両方ない。35-0。これね、写真がもう1枚ぐらいあるのかな。あるな、まだちょっと写真あるんですけど、これとあとね、まあこんな感じで飲んでるんですね、クーリングブレーキ。
で、この奥に右左奥にいんのはあれなんじゃないのかな、ぼーっとしてたというような感じですね。はい、もう言うことなく言葉失ったんじゃないか。はい、じゃあ次行きたいと思います。こちらユンソクヨルと同じだね。31、8、政治あんま関係ないんじゃないか。サッカー界のムンジェイン22、28。ムンの方が何否定意見多いんだ。やはりベントゥを捕まえておくべきだった。22。無能さがよく似ているユンソクヨル級の無能監督。17、7。次はこちら。ムンジェインのように認知症気味だね。17、25。何ムンだと何卑怯感が多いんだな。ユンだと共感意見が多いんだ。はい、じゃあですねチャットの反応いきましょう。はい、じゃあ上の方からいきますかね。ぼーっとしていた。ぼーっとしてんじゃねえよ。ぼーっと大会かと思ったにだ。なんだリモートじゃなかったのか。ぼーっと大会してたんじゃね、わら。ぼーっといていたとかどんな批判よ。クリンスマンどうでもいい、わら。チコちゃんに怒られちゃう。まるで成長していないってぼーっとしてたんだよ、わら。クリンスマンも嫌になったんだろうな。監督が上の空でも引き分けたのなら寝ててくれてたら勝ったんじゃね、知らんけど、わらわら。やる気なかったから。こいつらに何言っても無駄だろなって顔してる、わら。別に試合するのは選手じゃん。戦術もまともにこなせない選手に何言っても無駄だと思ったんじゃないのか。実力以上が出たんだから何か不満なんだろうな。指示してちゃんと聞くの。呆れてもの言えなかったんじゃね、わらわら。お手上げってことじゃね。なんだよグリーンスマンいらないじゃん、なら自国の監督でもよかったじゃん、わら。25分間ずっと守備の練習。監督こんなやる気のないチームは初めてだ。試合をするのは選手だからな、わら。作戦ってレベルじゃないな、わら。お前らに指導しても言葉はわかるけど内容が理解できないから虚無感に襲われているじゃね。そんだけ押されて引き分けたんなら頑張ったじゃないか。だって警告語わかんないんだもん。だって言葉通じないし通じても言うこと聞かないし、言っても理解できないのか。あー警告の洗礼を受けてんのか。監督なんか言ったからってこいつら理解しねえじゃん。 W 通訳がそばにいなかったってオチだったら笑うわ。リモート監督にしとけばよかった。やる気ないんだよ現場せんなよ。孫文民におんぶに抱っこ。他選手たち魂から生まれ変わらないと誰が指導しても同じ。戦術自国語も理解できない俺がの選手たちに何言っても無駄だろ。せめて連携という単語の意味とスポーツマンシップを身につけてから出直した方がいいよ。警告をちゃんと理解している有能な監督だよな、わら。言っても言うこと聞かないからじゃないの、かっこ笑い。指示してもできないんだろ、わら。天才が無能を指導することは難しいんだよね、わら。もうクビになりたかったのかもよ。自分からは言えないから。実力と誠意がないのは選手と応援してるはずの警告民だろ。何をしても文句しか出ないんだから。匂いから近づきたくなかったとか。あんだけベント監督欲したのに、わら。ベントはダットのごとく逃げ出しました。監督の顔が言っても聞かなそうだなって顔してんのな。ああもう帰りてーって顔に出てるのゾミガス、わら。お前ら経済と一緒で引き受け手がないのに形だけでも引き受けてくれたことを感謝しろよ。ウェールズだったっけ引き分けたの。引き分けた相手監督がぼーっとしてたんじゃね、わら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。